はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけで今回も、商品紹介していきたいと思います。はい、どんな商品紹介かと言いますと、まあ見てわかる通りガチャガチャやってきたのでこちらを紹介したいと思います。ね、今持ってるのはグレーのカプセルなんですけれども、ちょっと順序を説明します。ゴジラのガチャガチャ、そしてウルトラマンのガチャガチャ、そしてベイブレードのガチャガチャ、この3種類をやってきました。なんでかというと、きっかけは、新ゴジラの、1回300円 の、 ガチャガチャをやってみたいなということで、ガチャガチャを探してたら、なんだ、ウルトラマン1回500円なんだよね。1回500円の光るウルトラマン、ウルトラマンテガビルっていうなんかジャンルがあるんだけど、それを3回引いて、でシン・ゴジラは2回引いて、まあなんでシン・ゴジラ狙いだったのにウルトラマン3回引いてるのかっていうと、まあちょっといろいろありまして、てかここになんか俺が映ってるのは嫌だな。はい、あ、洗濯物見えちゃった、まあいいやなんか心霊現象見えるかもしれないね、鏡あるとね。だからそういう目的で今ちょっとここに置いてんだよね。うん、でも自分の背中を映したくないよ、そんな趣味はないわ。はい、というわけで早速ね、今回やってきたガチャガチャ紹介していきたいと思います。ご覧ください。まず最初シン・ゴジラ赤色ですね。まあ今の俺の服に合ってるかな。まあなんで俺が今こんな、あ、ちょっと肌が見えてる、エロいエロい、はい、エロいエロい。まあね、早速じゃあ開けちゃおうか、開けちゃおう。大本命のシン・ゴジラ開けます。まあね、後々ウルトラマンとか出てくるので、どうしようかな。いやいや、とりあえず2個やりました。中身ね、多分見てないんだけど、あ、今見たわ。あ、見ない、見てないよで次ベイブレード、こちらね、シューター2個入ってました、よかったです。ちっちゃいベイブレードでさ、ちっちゃいお子様が遊ぶようなんだけど買っちゃったベイブレードのさ、動画にネタで使えるかなということでちょっと今回買ってみました。そちらの方もお楽しみください。ここではね、開封動画しか見せない、開封しないしない、ベイブレードは開封しないです。はい、あ、するわ、やっぱするわ、うん、開封だけする。で詳しいこのベイブレードのガチャガチャの紹介はベイブレード動画の方で上げていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。そしてなんでウルトラマンを3つやったか、1500円かかりました、1回500円なのでね。でなんで500円やったかと、500円じゃねえよ、最初から500円だよ。でそのなんでかっていうと、最初出たカプセルこちらオレンジ色、そうオレンジ色でこのカプセル500円で出たとしたらウルトラマン確定なので、中身はウルトラマンです。はい、ウルトラマンが当たりました、一発目、これは引きがいいと。で、あとビルが1個出ればもうウルトラマンも光るし、ビルもあってね、まあこっちのゴジラとかといい感じに組み合わせてさ、いい絵になるのかなって、光ったウルトラマンとビルがあればね。でも出た次に2000円目で2000、あ、違う、2回目の1000円で回した結果青色出ました。はい、こちらですね。そう、ティガが当たっちゃったの。だからもう俺2回くらいでさ、なんかウルトラマンがティガ、あ、ウルトラマンがティガ当たってビル当てようかなって思ってたんですけれども、確率が分かんないんだよね。で、あ、出たけど光らねえじゃんつって、出たけど光んねえよ、当たり出たけどさ、当たりらしいじゃん、これあんま出ないらしいじゃん、この2個。だから次もまた回そうと。ねえ、ビルの割合多いらしいから次は出るだろうと思いきや、うん、当たった、うん、思いきやじゃなくて当たった、うん、当たりました、ビルが当たりました。なので3回回してコンプリートいやー、奇跡が起きました、よかったです。はい、というわけでね、今回このこいつらのガチャガチャを詳しく見ていって、でこいつらもね一応開封はするんですが、詳しく見ていくのはベイブレードの動画でやっていきたいと思いますので、そちらをお楽しみにしていてください。では早速ね、こちらを開封していきたいと思います。はい、それじゃあね、早速ね、開封していきたいと思います。なんでサングラスなんだろうなんで今ここにサングラスがあるんだろう。まあいいや、とりあえずね、こいつら、開封していきたいと思います。まあね、ちょっと大本命なのでちょっとゴジラを開けていきたいと思います。まあね、あんまりノーカットでお送りすると思います。あ、ごめん、カットしようかな、どうしよう。テープがめっちゃ貼られてる、どうしよう。カットしようか悩むぜ。どうしようかな、カットしようかな。いや、待てよ、なんか喋ることもあったんだよな。
喋ること、そう喋ることあった。うん、じゃあそれを喋るからちょっと待ってて、あのハサミが欲しい、めっちゃハサミが、うん、じゃあこれでいいや、これね、あのですね、ちょっとねこの頃ね顔出しの動画の再生数がちょっと伸びてるので、ちょっとね今後ねまた増やしていこうかなと思っているところです。よいしょ、これ開けなめんどくさ、ヘアピンで開けた、ヘアピンでそのどんな感じの動画を今後出していこうかなと思ってて、でやっぱりねちょっとね僕まあ、ちょっと名前出しちゃっていいのかわからないんですけれども、あのレオンチャンネルさんあるじゃないですか、あちょっと子供向けのグッズ紹介というか、子供向けなのにもかかわらずだん、あの大人向けでもあるあのおもちゃ紹介、そう俺もそういうのちょっと狙ってこうかなと思いまして、まあちょっとね今後ねそういう顔出しレビューするのであれば、まあちょっとおもちゃ系感覚でいこうかなと、で懐かしのおもちゃとかね、うん、だそういうのでちょっとね顔出し動画ネタ作ろうかなって思ってます。最初じゃあこっち行きましょうかさあさあ開かねえぞ、どこが開け口だよね、そうなってんだよね、もうテープも剥がしたし、おあれここまで開いたら開いてくれてもいいんじゃない、ここまで開いたら開いてくれてもいいんじゃない、ここまで開いたんだよ、おパキパキ言ってるぞ、割っちゃったよ割っちゃったよ、なんか変な割り方したよ、待って開けにくいってらあれしない、詰め切ったばっかなんだよこれでも、おおい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 吹っ飛ぶんじゃないよ、はいこちらは、おー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 、なるほどね、なるほどなるほど、見えますかね、こんな感じですね、これは初代のゴジラではありませんね、ほう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 、じゃあまあ早速ね開けていきましょう、でそのまあなんだろう、おもちゃ関係、おもちゃは紹介しないかな、俺が紹介するのはウルトラマンと、手は止めずにやりましょうか、ウルトラマンとゴジラかな、あとまあやるとしたらこのまあよくやってるこの頃のベイブレードさん、ベイブレードをやってまあこの3つかな、ウルトラマンとゴジラがねとても大好きなんですよ僕、あのこんなおちゃらけた格好してるけどね、うん、こんなおちゃらけた格好しても俺オタクだからさ、うん、よろしくね、うん、まあ、確かに昔は荒れてたよ、でも昔の話だからさうん、で俺は相変わらずねもうゴジラが大好きだったんだけどね、小学生で誰もね、おうわかっけ、こんな感じピンと合ってくんねえかな、ピンと合わねえな合わねえ、ピントが合わねえ、とりあえずとてもなんて言うんだろう、肩幅があってなんつうのかな、とてもかっこいいですね、素晴らしい。じゃあもう一個、これは何かな、シン・ゴジラ出てほしいな、いやでもタイトルがシン・ゴジラだから、おい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 、マジかマジか、お兄さんお兄さんマジですか、シン・ゴジラ出ちゃったよ、2回目にしてシン・ゴジラ当たりました、ありがとうございます。ね、まあそんな感じでね、まあゴジラもねゲーム実況やっているのでね、あのゴジラに興味がある方よければね、そちらも見てください。よいしょ、まあ顔出し道具がなんで人気あるかっていうとあれだよね、あのブサイクだからだよねブサイクだから、あのこれを見てると、あ俺こんなにイケメンで生まれてよかったっていう風にみんなが思えるような俺顔してるから、多分それで見てんだろうね。おいしょっと尻尾相変わらず長え、これで300円だもんね、いや全然その価値はあるよどうしようかな、ちょっとカットしようかな、うん、ちょっとカット入れるわな、ちょっと後々カット入れます、ちょっとねこれの大きさを比べたいので、おーすげえ、てかね、ネクタイ邪魔、これ長いんだよネクタイ、すげえ、手で今俺手でって何回言った、すごいこの尻尾の長さ、わかりますかね、うおー、まさか2カプセルで当たると思ってませんでした、ありがとうございます。いやーでもね俺ねあんまりねシンゴジラのねこういうのね集めようかなと思ってなかったんだけどね、うん、やっぱ欲しいじゃんシンゴジラって。いやなんで集めようと思ってないかっていうと、どどん、こちらシンゴジラのソフビフィギュアを僕持っているので、ちょっと他のものがねとてもチャッチく見えちゃうんですよね、これと比べちゃうと。でもまあ欲しいから買っちゃいました、ほら見てこれ、乗るかな、
乗っちゃったよ、乗っちゃって、見てこれ、いけるか、そっちまで、あまあだよね、まあね、ちょっとね、そんなこんなでね、今回シン・ゴジラのガチャガチャ、出るものは1954年初代のゴジラ、そして1989年の肩幅が大きくてさ、ガタイのいいゴジラだね、ビオランテとかそこら辺の時のゴジラです。そして2016年のシン・ゴジラ、これが出ますこの3種類の中で出たのが真ん中と左ですね。はい、そっちの画面から見てこっち左？わかんねえや。わかんねえや。多分左かな。多分。ちょっと画面がわかんない。すいません。喉詰まってます。というわけで2体出ました。俺の欲しかったシン・ゴジラが出ました。よかったです。ちょっとね、運がいい。たった2回でお目当てを当てるのはね、とても運がいいです。そして、じゃあ早速ウルトラマンの方を開けていきたいと思います。こっちはテープとかないのかな？あ、ないっぽいですね。でもね、このなんかね、お、開けやすい、うーわ、かっけー、めっちゃかっけー、やばい、もうシワの形がもうリアルすげーな、いや、素晴らしいね。多分俺、所々カットかけてっかわかんないけどさ、いや、あ、でも後々カットかければ、いや、かけなくていいや、かけなくていいかな。え、てか、でかっさすが500円。クオリティが違うわ。こりゃ誰もが買うわ。俺が買おうと思ったらね、もうね、あとわずかだったんだよね。なんかグレーが10個くらいで、なんか青いのが1、2個あったかな。で、オレンジ色が、なかったんですよ。だから、ウルトラマン、俺が引いてもおしまいだったのかな、あのガチャガチャの中は。そんな感じでした。だとても少なかったと思います。色付きカプセルはね。ほとんどがこのグレーのカプセルでした。まあちょっとね、こういうのをどかしましょう。みっともないんでね。よいしょ。いやー、すごいですよね。3回回してビルしかほぼ出ないと言われているあのガチャガチャで、すべてを3回でコンプしてしまったと。おー、書いてある。ほら。上からいきますか。ウルトラマン。ウルトラマンティガ。そしてビルね、この3つが出るんですよ。でウルトラマンとティガもね、どちらも光ると。で光るには、こちらに光る付属品があるので、そちらを使わないと、全く光らない、なので1回でウルトラマンマンさんがね、かっこよくなるのは、ちょっとね、難しいというかね。まあ元からこいつかっけえなスペシウム光線これやってんだよね。いやー、いいですね。で、あとさ、ちょっとファンのさ、俺から言わせるとさ、なんだろう、女子たちはさ、スペシウム光線って言うじゃん。あれちょっと許せないんだよね。スペシウムなんだけど、スペシウムって言うんだよね。こっちはどっちの味？こっちか。おー、しっかりしてんなー。かっけえ、この猫背な感じ。丸、なんだろう。まるまるもりもりじゃねえようわ、かっこいい。え、光らなくてもかっこいいんだけど、なんでこんなにかっこいいの、マンさんいや、でもね、俺が一番好きなのはね、ウルトラマン太郎とウルトラマンガイアなんですよ確かにウルトラマンもかっこいいんですけれどもね。いや、かっこいいな、これ。あれ、つける足が間違えた。こっちか。あ、こっちだね。合ってる。うーわ、かっけー、超かっこいい。やばくない？わかりますかね、この背中が丸まってる感じ。まあ目光ってないんでね、ちょっとまだ迫力はない。いや、あるわ。かっけー、超かっこいいですね。で、ちょっとね、ゴジラと比べるとこんな感じです。あ、ガチャガチャのやつじゃないよ。うわ、絵になるわ。ちょっとこれ後々動画の最後に写真撮っていい感じに撮りたいと思います。でね、こいつ一人じゃ立たないみたいなので、なんか付属品があります。これで立たせましょうっていう感じなのかな。ん？いや、こっちにつけてもない。こっちか。こっちの足につけるんだねこんな感じです。で、立ちます。お、立たねんかい。
ん、立たねんかい、立てや。後ろに倒れるのかい、頑張れ。うん、確かにここモフモフで立ちにくいかもしれないけど、頑張って立って。よし。よし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 。おいい感じ、いい感じ。じゃあ次、ティガ行きましょうか、ティガ。ティガー。いやー、ティガもね、色合いがね、僕好きなんですよ。赤、紫、いいんだもんね。いや、まさか本当にさ、当たると思ってなかったから。うわ、マジでティガやん。俺、よく当てたな。俺、今年の運使い切った気がするな。もう今年もあとわずかなんでね。あの、かすかに残って余ったね、運気を今回で使い切ったんじゃないかなと。多分ね、運を、なんつうのかな、今年でぴったり、綺麗に使い切ったんじゃないかなって思います。いや、よかったですね。俺、だいたいね、1ヶ月、うーわ、かっけー、これだけでかっこいい。1ヶ月に、みんなさん、趣味でいくら使ってますか？僕、うわ、かっけー。やば。なんか涙が出てくる。本当に。マジで。嬉しすぎるでしょ。たった3回だよ。たった3回でウルトラマンガチャコンプだよ。これまた多分次、これなんか01って書いてあるので、ウルトラマン01っていう風にタイトルで書いてあるので、次02が出ると思うんですよね。で、02だったら多分7ダイナビルとかだと思うんだよね。なので、ちょっとね、セブンのファンが多いので、ちょっとガチャガチャすぐ売り切れちゃいそうなんで、すぐ、またこれを売っていたね、あ、ウルトラマンごめんね、ところに行かないと、多分売り切れちゃうんじゃないかなと思います。おー、背中が開くんだ。まあ、開かなきゃ、なんか電池みたいなのは入んねえよな。あ、ティガの色合いがすごく綺麗。すごいですね。うわ、これ登場シーンじゃん。てかちょっと腕硬。でもしっかりしてるってことだもんな、それほどな。できました、ウルトラマンティガ、そしてウルトラマン。うわ、かっこいい。なんだこの二人戦ってんのか。じゃあちょっとね、あ、俺ちょっとこれだとティガの方が好きかな。じゃあちょっとね、ビル開けていきたいと思います。ビル開けないと、ウルトラマンさんたちは光らないので、もうこれあれだね。ウルトラマンさんっつってね。ティガっつって。ティガさんっつってね。あ、足ねえわ。興奮のあまり忘れていたよ。ね、光の力、お借りしますってできますね、これね。できますね。完全にできますね。もう、できますね、余裕で。ティガ、ティガの足忘れるってどういうこっちゃね。うわ、かっけー、かっこいい、やばい、光の力お借りしますって言って光らせよう。どれだ、最初から光るのかな、なんか電池が必要とか。え、何これだけ光るものは、あ、これちょっとわかんないね。大丈夫、俺合ってる、あっ、ん、光るやつはどこについてるんだ。これビルですね。はい。おー、なんかクリアパーツが。で、あったこんな感じで光ります。ちっちゃくてわかんない。わかりますかね、こんな感じで光ります。で、こちらをね、早速、じゃあ最初にティガからごめんね、ティガからでごめんなさい。ティガかっこいい。あ、なんか無理やり開けたくないな。開く、これどうやったら開くの、どうやったら開くんですか、剥がすの。あー、なるほど、こっちが先に開いちゃったから、じゃあこっちからで。じゃあ光らせていきたいと思います。どうやって入れるのかな、こんな感じ、こうでいいのかな、あ、こうか。はい、入れました。では蓋を閉じて、蓋じゃねえ、背中を閉じて、蓋って言うなよ。いきます、ちょっとカーテン閉めるわ、いくよ。うわ、やば、やば、見てください、これは、これやばい。うわ、カラータイマーもしっかり光ってる。
それではね、じゃあ次早速ほいティガの方を光らせていきたいと思います。いやこれは素晴らしい。ちょっと電池もったいないんで切っときます。どこだスイッチ、スイッチすぐ分かんなくなる。では次ティガ、いやこれ熱いよ本当にちょっと背中開けにくいけどね。では行きまーす。ティガです。あれやばい、これ熱い。あ、電池が熱いとかそういうんじゃないよ。やばい、やばい、ばい、マジで。行きます。ティガ、カーテンを閉めて行きたいと思います。でん、うーほー、やべえ、これやばいね。完全に光ってんもんね。ちょっと待って、ストーブ消す。うほ、あ、首も光ってる。これはちょっとなしだな。へえ、あ、こうするとちゃんと光ってるね。ちょっとまたズームで見ていきましょう。もう自分の顔映さないから安心してね。はい、かっけー、やば、めっちゃかっこいい、感動なんだけど、すごい。もうちょいアップできないのかな。うーわかっけー。まあこんな感じかな今回の開封は。まあちょっとベイブレードはちょっとね、なんか今動画長くなっちゃってるし、俺もこのウルトラマンさんたちを使って、光の力お借りしますって言ってねえわウルトラマンさん、ティガさんっすね、光の力お借りします。いやかっこいい、ウルトラマンオーブみんな見た方がいいっすよ。いた、ごめんねティガ、ティガちょっと一人で立ってみて、頼む。かっけえ。はい、というわけで、じゃあね、皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。とても良かったです。まさか3回でこんなにコンプできるとは思っていませんでした。まあちょっと最後の方に、ゴジラとウルトラマンが戦っているような絵を写真撮っておきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。それでは次回もお楽しみにしていてください。あばい、あばよ、じゃあねー。